およ湘南ハンチャンプです、今日の茅ヶ崎ヘッドランドビーチは曇りなのかな、ちょっとね晴れ間はあるけど、全体で雲が多いです。12月今日は7日、富士山も今日は見えませんね。ハンちゃん映って、あ映ってんのか。ちょっとパンコとハンジローの歌を歌います。でこの二人は保護犬でね、保護犬で、パンコはうち来て7年、ハンジローはうち来て4年の同級生、7歳の、元保護犬です。ちょっとこの二人の歌を歌います。パンコはご飯をハムハム食べるよ、ティッシュもズボンもハムハムかじるよ、なんでもかんでもハムハムしちゃうよ、ハムハムするだけで一日が終わるよ、だからパン粉は可愛いのです、だからパン粉は愛しいのです、パン粉の弟が我が家に来ました、捨て子なのに明るくて涙が出ました。近いハンちゃん、ハンサムライみたいに耳も止まらぬ速さで走り回りながら切り裂くおしっこ、名字は半字で名前も半字の、名字は半字で名前も半字の、パン粉の顔の形はほぼ人間だから、食器だと都合が悪いみたい、鼻ペチャだからお水を飲むとき、お椀の中で溺れてゲホゲホ、だからパン粉は可愛いのです、だからパン粉湘南ハンチャンプ、次回をお楽しみに。